はい、こんばんは。えー、本日、この回はですね、えー、日本の政治、政界がですね、まあ、この先ですね、えー、まあ、この先といってもね、えー、近い未来ですね、まあ、この半年、一年ですね、どういうふうに動いていくのかと、えー、そのことをですね、今ね、えー、分かっていることをですね、中心にですね、ちょっと推測してみたいと思うんですね。まずね、 えと5月26日ですね、えー、静岡県知事選の投開票があるんですね。で、これはね、えー、昨日も動画でね、解説したんですけども、これはね、意外に重要なあ選挙なんですね。うん。あのー、今のところですね、どうも、えー、自民党対ですね、野党、野党というのは立憲民主党と国民民主党が立てた候補ですけども、これが今ね、拮抗しているんですね。 うん、んしている状態なんで、すよで、これがですね、どうなるかによってですね、えー、これ、岸田さんのですね、えー、解散・総選挙戦略ですね、これにね、かなり大きい影響を与えるということがね、えー、予想されるんですね。まずね、えー、これ、自民党が勝てば、えー、これ、岸田さんはね、えー、まあ、これは支持が回復したということで、 まず解散・総選挙を打つだろうとおというのは、これ9月まで、ね、9月の、ねえー、自民党の総裁選ですね、これまで待っていたら、もう岸田さんが、ね、次に再選される見込みはほとんどないだろうと,おというふうに見られているんですね。で、もう一つはですね、えー、この静岡県知事選ですね、もし自民党が負ければ、 これはね4月28日の、4月28日の衆議院の3つの補選ですね。これで自民党は3連敗、3連敗っていうかな、えー、全敗したわけですね。うん、で、えー、ここで静岡県中選で負けると4連敗となるんですね。なので、もうこれ岸田さんは解散総選挙なんかもう打てっこないわけですよね。そうなるともう岸田さんの 再選の目というものはもう全くなくなっていくとということになるんですよなのでこの5月26日の静岡県知事選というのはですね非常にね重要な選挙なんですね、うんまあ、これが一つですねそしてねこれを受けて情勢がどうなるかこれは大きく違ってくるんだけどもどっちの情勢になるにしても自民党としてはですねどうも このポスト岸田、岸田さんの後ですね、この自民党最後の切り札として、もう石破茂さんを出してくるしかなくなるんじゃないかと。えー、ということで、やはりね、石破さんがあこの最後の切り札としてですね、出てくる、その可能性がですね、どうも高いとと僕は思うんですね、うん。で、そうしますとね、そうしますと、 えー、自民党はね、この石破さんを出してくるとなると、えー、これ、国民的な人気がありますのでね、えー、これはね、やっぱり自民党の支持がガタ落ちしているとはいえ、やはりね、幾分かは持ち直しますよ。そうすると、立憲民主党を中心とした野党ですね、おそらくこのままでは政権交代できないですね。うん、多分ね、石破政権となりますよ。 そうすると政権交代できないまま、えー、また時が過ぎていくと,ということになるんですね。うん。それをね、どうするかという問題なんですよ。今日はね、そのことを考えてみたいと思うんですね。うん。で、まずね、えー、これね、えー、5月14日あ、つまり昨日ですね、えー、TBS のニュースでね、速報としてね、速報として、えー、こういうニュースが流れたんですよ。 えーっとね、それをちょっとねアナウンサー風に読んでみますとですね、えー、小泉元総理ら小泉政権の要職を務めたメンバーが今夜石破元幹事長と会談します9月の総裁選についても話題に上るか注目されていますというようなことだったんですねうんそしてねこの TBS ですねこの記者がね、まあ、中継してるわけですよね小泉元総理が会見現場に入りました これから石破元幹事長との会食に臨みます。というようなことでねで、小泉元総理は午後6時から都内の日本料理店で小泉政権を支えた山崎拓元,山崎拓元副総裁や竹部務元幹事長のほか、亀井静香元政調会長と会談しています。このあと、現職の議員では石破元幹事長も参加する予定で、現在の政権運営や 9月に予定される自民党総裁選などについて意見を交わすものと見られます。っいうね。もうこれ僕はね、もう絶対アナウンサーにね、向いてないと思うんですね。うん、やっぱりね、発音が悪いですよね、うん。発音が悪いし、滑舌がやっぱり悪いですよね。自分でもよく分かりますよ、それ、これは。ね。うん、まあ、それはともかくとしてですね。えー、でね、えー、っと、これはね、<laughs> えー、山崎拓さんですね特にね、えー、自民党の元副総裁も務めたですね副,副総裁副総裁も務めた山拓さんですね、うん、山拓さんがねよくね最近こう喋ってるんですよこのね政局についてですね、うん、でねえー、っと、えー、この定期的にね、えー、この会合を開いてるんですよこの4人でね 4人というのは、小泉さん、小泉純一郎さん、それから山田さん、武部さん、亀井さんですね、この OB が開いてるんですよね、ちょくちょく会合をね。で、えー、去年の12月に開いた会合ではですね、このポスト岸田、ポスト岸田として、どういう名前が、ね、出ていたのかっていうね、記者団に聞かれてるんですよね。 でその時山田さんが答えていたのは、えー、名前が出ていたのは、石破さん、小泉さん、小泉慎次郎さんですね。それから上川さん。この三人の名前が出たと言うんですよ。ね。石破さん、小泉慎次郎さん、上川さんですね。うん、この三人ですね。この三人のうち誰かがいいんじゃないかと。うん、というようなことですね。うん、まあ、これがね、えー、まあ、この、 OB4 人のですね、えー、まあ一致した見方なんですよね。うん。そして、えー、昨日14日ですね、14日ね、うんえー、これはね、えー、会合が終わったんですよ。ね。石破さんもさ、ね、後から入ってですね、会合が終わったですね。そして、会合が終わって、当然ながらね、記者が取り囲むんですよね。でね。 山拓さんを取り囲むんんですよ山竹さんがね、まあ、そういう風によく喋ってくれるんでね、うんか、取り囲んだわけですよ。そして、えー、そのことについてね、えー、これまず真っ先にね、えー、通信社がね、伝えるんですよ。これ G 通信とね、共同通信なんですよね。その役割をね、担、えー、っているのはで。これはね、G 通信があ昨日のね夜、夜10時40分に配信してるんですよ。ねあこれ重要な配信なんですよ。 こういうふうにね書いてるんですよ。えー、っとね <laughs> 山崎氏山崎、山崎氏によると、小泉氏は石破氏に対して、首相になるには才能、努力、運が必要だ、義理と人情を大切にしなさいと助言、出席者から秋の党総裁選に立つべしとの声が上がった。石破氏は、 とにかく当面岸田内閣を支えることに徹すると応じていたという、というね、えー、記事なんですよ。これね、まあ、非常に重要じゃないですか。非常に重要でしょどうですか出席者からね、うん、秋の自民党総裁選に立つべしと、そういう声が上がったということが紹介されてるわけですよ。ね、そして小泉さんは、石破さんにアドバイスを送ってると。 ね、どういうアドバイスかというと首相になるにはいいですか首相になるには才能努力運が必要だとねで義理と人情を大切にしなさいと言ってるわけですよ、ねうん、これね首相になるですね、えー、そういう何て言うかなあの目がない人っていうかな、うん、そんなことはねもう全く考えられない人に対してはこんなアドバイスを送るわけないじゃないですかねうん で、小泉さんがそのアドバイスを送ってるということは、石破さんが、ね、首,相首相のですね、今最短距離にいるとという意味合いなんですよ。ね。うん。で、そのことを山田さんは、この会合が終わった後、記者に取り囲まれて、このスポー,ススポークスマン役として、それを喋ってるんですよ。ね。うん。でね、こういう会合ではね、必ずね、 スポークスマン役ですね。それをね、決めておくんですよ。決めておく。ね。うん。そうしないと、まあ、なんていうかな、情報に混乱が起きるじゃないですか。うん。なので、えー、例えばこの会合ね、えー、小泉さん、山田さん、ね。うん。それからあ、竹部さん、亀井さん、そしてあとから石破さんが加わったと。で、このお5人ですね、4人プラス1人。 この間で、えー、じゃあ私、じゃあね、スポークスパン役は、山田くさんお願いしますよ、いつものようにと、そういうようなね、話し合いになってるわけですよ。ね、そして、まあみんながね、えー、この会場を出て、会場を出てね、記者がわっと来るわけですよで。その時に、もうね、他の人は、まあ3355、3355じゃない、まあ帰るわけですよね。でその時に山田くさんが、まあ、引き受けて喋る。 で、記者団の方もそれはもう分かってるわけですよ。大体のところは。ね。なので、山田さんのところにとりあえず集まるわけですよ。ね。うん。もうそういうね、なんていうか、暗黙の約束みたいなのがあるんですよ。ね。うん。ね。えそして、えー、山田さんはこのポスト岸田ね、岸田さんの後の首相について、ね、OB たちはどう考えているかですね。それをスポークスマン役として、 色々喋ってるんですよね、うん、でこの OB たちのスポークスマン役これをねずっと務めてるとというようなことなんですよ。ね。うん。そしてねこの時にまあこの会合がねあのー、終わるね終わる頃ですねまあじゃあそろそろお開きとしましょうかみたいな感じの時にねその時にえーね 山田さんがねいつものようにスポークスマン役としてねいろいろ説明するわけですよみんなにね。うん、大体はまああれとこれとはまあ絶対にこれはしゃべりませんから当然ですけどもあとはまあ場の空気のようなものをまあ適当に、えー、ちょっと、うん、発言を織り交ぜながらちょっと喋っておきますからまあ当たり障りのないところでみたいなことでね。 で、あとは、まあ一任しますよ、山拓さんみたいなね、そんな風になるわけですよね。そして、まあね、えー、それぞれね、まあ靴を履いて、そして出てくるわけですよ。ね。うん。そしてね、この会合の後ですね、山拓さんは記者団に対してですね、えー、今後の政局についてこういう風に喋ってるんですよ。えー、仮に、<laughs> 6月に衆院解散があれば、 思いいがけなな展開になると総選挙がなければ総裁選にたくさんの候補者が出て石破氏も立つと思うそして石破氏を最有力候補だと持ち上げたっていうんですよどうですかねうんこれね,、うん、ね山田くさんつまりスポークスマンを任された山田くさんがですよ最有力候補だと言ってるんですよ石破さんについてねうん どうでしょうこれをどういうふうに受け止めるかですよ。ね。うん。これは非常に重要じゃないですか。ね。つまり、OB4 人の一致した共通認識なんですよ。もう石破さんが最有力候補だということですね。うん。それをまずね、ポイントを押さえておかなくちゃいけないんですよね。うん。ね。そしてね、 今の G 通信のね、えー、このね、一番最初の記事ですけども、次にね、日経が出してるんですよ、日本経済新聞がね。うん、これもね、非常に速報ですね。えー、っと、G 通信がね、昨日の夜10時40分に配信したんですよね。で、日経は、それから8分遅れることの、午後10時48分に出してるんですよ。ね。 あそれを見てみるとですね、またね、G 通信にはない情報が入ってるんですよ。どういうことかというと、えー、とまずね、会合ではですね、この小泉さんですね、えー、小泉純一郎さんが、息子の新次郎ですね、元環境大臣ね、新次郎さん、小泉新次郎さん、これは9月の総裁選には出馬しないと、そういう見方を示したっていうんですよ。ね これは山田さんがね、記者団にね、えー、説明してるんだけどね。うん。えー、つまり、えー、小泉さんはこういうふうに言ったっていうんですよ。つまり、えー、50歳になるまでは立候補をしないで、時の首相を支えるべきだと。というふうにね、えー、小泉慎次郎さんに、えー、を諭してるというんですよ。ね。うん。これね、この情報も重要なんですよ。この情報も重要。というのはね、 最初の頃に、最初の方で説明したように、まずね、去年の12月で、去年の12月にですね、えー、この OB4 人の共通認識としては、ポスト岸田、岸田さんの後の首相として3人の名前が挙がっていたんですよね。つまり、石破さん、小泉慎次郎さん、それから上川さんですね。で、このうち、小泉慎次郎さんがここで消えたんですよ。ね。 うん、つまり小泉純一郎さん父親のね、それが、えー、息子の慎次郎は9月の総裁選には出さないと、というふうに言ったわけですよ。なので小泉慎次郎さんが消えたということですよ。ということは残っているのは石破さんと上川さんしかいないんですよ。ね。うん。じゃあ石破さんと上川さんはどっちが出るんだとなった場合に、えー、これはもうね、もう話は明らかじゃないですか。ね。うん。もう明らかでしょ、これはね。 というよういよなことで、ね、これもね、非常に重要な情報なんですよ。ね。ああ重要な情報なんですよ。ね。ああそしてね、えー、っと、G 通信にはないね、情報ですね、えー。それを日経の方から拾ってみるとね。えー、っと、山田さんはね、石破さんについてね、どう言ったかというとね、うん、またね、えー、別の表現というかな、こういう言い方してるんですよ。もともと人気ナンバーワンだ。 えー、次期首相の最有力候補だというふうに語ってるというんですよね。もともと人気ナンバーワンだと。そして最有力候補だと言ってるんですね。うん。要するにこれはね、まあ、最有力候補であることは間違いないと。でもともと人気ナンバーワンなんだと。ね。うん、だから、えー、これは石破さんを OB として選ぶことはこれはごく自然なことなんだと。というようなことを訴えてるということなんですよ。 ねうんね、えそしてさらにですねさらに、えー、G 通信にはないね情報としてこういうことを言ってるんですよ、えー、つまりね26日投開票の静岡県知事選に関して自民党の推薦候補が勝てば必ず衆院解散になるだろう、ね、必ずと言ってるんですよ必ず衆院解散になるだろうと言ってるんですよね 負ければ解散はできない総裁選にまっすぐ行くということだというふうに解説したということなんですよ。ね。うん、これね、これもね、重要なんですよ。山田区さんはね、えー、静,岡静岡県知事選で、えー、自民党の推薦候補が勝てば必ず衆院解散総選挙になるだろうと,と言ってるわけですよ。ね。うん。 これはね、重要じゃないですか。つまり、岸田さんがね、この6月の会期末に、本当に解散・総選挙をやるのかどうかね、これ誰もわからないんですよ。誰もわからない。ね。うん。えー、石破さんもね、この僕との対談でね、えー、これ全く分かりませんと言ってましたよね。うん、誰もわからないんですよ。だから山田区さんはね、これは必ず衆院解散になるだろうと、と呼んでるわけですよ。ね。うん。ね というのは、えー、これ岸田さんはね、とにかく、えー、9月の総裁選まで行ったら、もう自分が再選され,るされる目はほとんどないんですよね。うん。ほとんどないんですよ。ね。えー、というのは、えー、これはもうね、OB4 人が一致しているように、石破さんに出ろと言ってるわけですよ。ということは、OB4 人としては石破さんを押すということを意味してるわけですよ。 それは非常にね、大きい力になるんですよね。うん。で、そういう空気は岸田さんはもちろん知ってるわけですよ。なので、6月に解散・総選挙をやって、そして、えー、そこで、ねえー、その求心力を高めて、9月にね、乗り込むと,ということを考えているわけですよ。そのことを、そのことを山田区さんも当然ね、読んでいて、そして、ね、 静岡県知事選で自民党が勝てば、ね、もうこれはもう解散総選挙しかないと、というふうに読んでるわけなんですよ。ね。そしてその山田くさんがですね、数日前にですね、あの、語ってるんですよ。ね。これも僕はですね、あのーね、まずね、真っ先に報告したんですけども、どういうふうにね、語ってるかというと、これね、 解散総選挙をやればね、もしね、6月にですね、自民党はね、ま,まず負けるだろうと。そして、公明党と合わせても過半数、過半数割れする可能性が高いと。ね、そうすると、維新なんかを入れて、新たな連立政権をね、組むだろうと,と予言してるんですよ。ね、そして、えー、山田区さんはね、こういうことも言ってるんですよ。ね どういうことかというとそういう事態になった時はね自民党は分裂する可能性が高いと分裂するねそして分裂した自民党がですね一部野党とくっついて新しい連立政権を作る可能性が出てくるとねそして、えー、その新しい連立政権を率いるのは石破さんが最も適任だとねだけども えー、石破さんはどうも今のところそれをやる気はないと見えないとというふうに嘆いてるんですよねああ、そういうふうに嘆いてるんですよねうん、ね。で僕はねこのことをもちろんねこの前の石破さんとの対談でね覚えていたんで、えー、当然ねそれをね石破さんにね聞いてみたんですよねあ、その聞き方もねあのー、突然ねその質問をぶつけてみたんですよ どういうことかというとね、まあ、石破さんがね、えー、この野党、ね、の問題をちょっとね、し,えー、しゃべったんですよね、野党の問題。いや野党もまだらしないというかね、まあ、だらしないという表現は使ってなかったけども、野党もね、問題があると、ね、本当に政権を取るつもりがあるのかと、ね、まとめるつもりがあるのかというふうにね、えー、しゃべったんで、僕はすかさず言ったんですよ。石破さん、あなたそれをまとめたらいいじゃないですか。って言ったんですよね。 で僕、その時のね、石破さんの反応をね、これ、すっごくよく覚えてますよ。どういう反応をしたかというと、石破さんがね、こう、声を失ってたんですよ。一瞬言葉を失って絶句してたんですよ。うっ,っていう感じで詰まっちゃったんですよ。ね。うん。これね、何を意味してるかというと、これはもちろん推測ですけどもね。推測ですけども、石破さんももちろん、この山田区さんの情報っていうかな、 この話を知ってるわけですよ。つまりもし解散・総選挙をやれば自民党は分裂する可能性があるとでそうした場合、えー、自民党は野党の一部とくっついて、ね、新しい連立政権を目指すかもしれないでその時それを率いるのは石破さんが適任だとというふうに山田さんがしゃべっていたわけですよね当然石破さんはそれを知ってるわけですよ だって僕がその記事を読ん,、ね、読んで知ってるわけですから石破さん自分のことですからねその記事を読まないわけがないですよねなので石破さんがそこで、ねえー、詰まっちゃったわけですようっと、ねえー、つまりそういうねあり得るかもしれない現実それに対しての決断ですね決心どう考えるかそれを突然僕に聞かれたんで言葉に詰まっちゃったんですよ、ね ということは、これはありえない話ではないし、石場さんもですね、本当にそうなったらどうするかということを考えているということですよ。ね。うん。考えてなくて、そのこと知らなかったらね、情報を知らなかったら、一生に伏しますよ。あ,あ、いえいえ、そんなこと全然あり得ませんからっていう話になりますよ。ところがそこで、うっと詰まったわけですよ。これは、ね。うん。 そういうね、あり得るう未来ですね。その情報について突然聞かれたんで、詰まってしまったんですよ。ね。うん、というようなことでね、やっぱり山田さんが言っていたね、この可能性ですね。これはね、あり得ない話じゃないんですよ。ね。うん、あり得ない話じゃないんですよね。うん、でね、 山田区さんがそういう話をね、前にしているということは、これはね、山田区さんから見てですね、この静岡県知事選に勝っても負けてもね、ね、うん、勝ったら解散・総選挙ね、やるんじゃないかって見てるんだけども、勝っても負けても、もうね、今の自民党にとっては、石破さんしかないと、というふうに見てるということなんですよ。ね、うん、ね。 そしてこの OB の4人ですね、これ山田区さんを含めてね、小泉純一郎さん、竹部さん、亀井さんね、これはもう山田区さんにスポークスマンを、スポークスマン役を任せているということは、ね、この山田区さんの見方がですね、4人の中で共通しているということを表してるんですよ。ね。つまり勝っても負けても、静岡県知事選に勝っても負けても、もう、 石破さんしか託せるものはいないというね、えー、ことが共通してるということなんですよ。ね、もしここで意見が違っていたらね、山田さんと意見が違っていたら、山田さんにスポークスマンなんか任せるわけがないんですよ。ねうんね、そして山田さんにそれはね、あの釘を刺さなければいけない話なんですよ。ねうん、その石破というものは、石破というのはね、まあ、最後まで喋れないよとかね。うん そういうことをね、言わなきゃいけないんだけども、どうもそういうね、釘は刺してない。刺してないので、山田さんがそれを喋ってるということですよ。ね。で、これ、アナウンスメント効果もあるわけですよ。ね。山田さんがそういうふうに喋って、記事に出る、G2 信に出る、日経に出る、他も出る。ね。ということは、えー、自民党の議員はみんなそれを見るわけじゃないですか。そうすると、 あこれは OB4 人は石場だなと。というふうになるわけですよ。そうすると、おのずとそれが一つのシグナルになっていくわけですよ。ね。というような状態なんですよね、うん。でね、この日経の記事ですけどもね、これはね、日経の記事もう一回戻りますとね、最後にね、こういう一行で終わってるんですよ。ね、どういう一行かというと、 石破芝会合に1時間半1時間半ほど遅れて加わった。およそ1時間滞在した。会合後、記者団に小泉内閣の思い出話だった。と述べた。というようなね、えー、記事のね、えー、締めくくりなんですよ。でこれ、石破さん自身はですよ、もうこれ、記者団が当然ね、囲んできますけどね、まあそうとしか言えないですよね。これはもうこれ、分かりきった話ですよ。ね うん、そこでね、いや、総裁選に出ろという話がね、いっぱいありましてね、なんてね、ペラペラ喋れるわけないんでね。うん、そして重要なのは、ねえー、石破さんがですね、この会合に1時間半遅れて加わったという点がね、重要なんですよ。ね、ということは、1時間半遅れたということは、これ、ゲストというね、いい意味付けですよね、ゲスト。 つまり、石破さんが呼ばれたということですよ。ね。そして、このゲストが着く前に、1時間半、4人で話し合ってるということですよ。事前にね。これ重要ですよ。つまり、もうこの時は、石破さんで行こうと。というね、最終確認がなされたんですよ。この1時間30分の間に。ね。うん、ね。そして、石破さんにそれを最終確認しようと。ね。 うん、あお前の意思はどうだと。というような、かなり突っ込んだ話し合いがあったというふうに、ね、これは見ざるを得ないわけですよね、うん。ね。そうじゃなければ、事前に1時間半も時間を取ってですね、ね、話し合いの時間なんか取るわけないんですよ。ね、ただの会合であればね、うん。1時間半もたっぷり時間を取って、4人でまず意思を固めて、そしてどういうふうに話を持っていくかということを、 話し合うそして石破さんが遅れてゲストとして来るそして挨拶もそこそこにね9月の総裁選お前出ろとねついてお前覚悟どうだとお前いつも逃げ切れない態度だけどどうなんだ今度はとね俺たち4人はお前、えー、今度、ね、お前を担ぐつ,つもりでいると、ね、ついてお俺たちの影響力を、えー、最大限発揮するつもりだだかがその前にお前の覚悟を聞かなきゃいかん とというとか、ね、まあそんなような話になるわけですよ。ね。うん。ね。そして今ね自民党には求心力がないんですよ。ね。岸田さんには全然ないでしょ。ね。<laughs> 全然ないですよ。ね。それから、うん、OB を見渡しても森喜朗さんにもありませんよ。ね。もう森さんっちったらねとにかく自分の利権。ね。うん。 これ、裏金脱税、えーね、システムですね。これで自分に上納金をあげてね。まあ、そんなことばっかり考えてますからね。うん。なので、えーえー、求心力なんかあるわけありませんよ。ね。誰もついてきませんよ。そんなね。そんな人間には。ね。心の底では軽蔑されてるだけですよ。ね。うん。なので、この OB4 人ですね。ね。それと、石破さんの組み合わせというのは、 今後力を持ってくるる可能性があるんですよ、ね、新しい求心力が働く可能性がある。ね、そしてさらに言えばここに菅義偉さんの判断力が加わってくる可能性が高いんですよ。ね、菅さんはねもちろん小石川連合ね、うん、これ小泉進次郎、ね、石破さんそれから河野を言ってね え河野太郎さんこの3人を抱えてるわけですよ。ね、で誰を出すかと今度ね反主流派として。という時にね小泉進次郎さんはまずここで脱落してると。ね、そしてえ河野太郎さんはどうももう今え人気がメタメタだとどうしようもないということでもう石破さんしかないという判断なんですよね。なのでここに菅さんが加わってくると。 ということであればこれはね、もう石破さんでほぼ決まりですね。うん、ね対する今の主流派の麻生さんね、うん、これはね、えー、最初のシナリオとしては、岸田さんを早めに切って、ね、えー、茂木幹事長で行くと、そういうね、あのー、シナリオだったんですよ。ね、ところが、えー、茂木さんがどうも人気がない。ねうん、どうも人気がないどころか、 もう全然人気がないっていうのは分かってきたということで、途中でね、えー、上川さん、ね、上川さん、これをね、まあ、立てようとしたわけですよ。ね。うん、だけど、まあ、これ上川さんがまだ残ってるんだけども、どうですか上川さんが出てきたって、もう石破さんの敵じゃないんですよ、もうこれ。ね。うん、石破さんの敵じゃないんですよ。ね。うん、ねまあ、そういうようなね、状況ですね。これをね、 えー、見ながらねまあとにかく石破さんというのはね、あのーまあ、決断力っていうかな、まあ、そういうことがねか、まあ、垣間見えるんですよね。これはね、あのー、環境省の職員がねこの水俣病のね、えー、患者たちのね患者さんたちのとのですね団体の懇談会で。 マイクの音を切っちゃった、ねえー、こういう事件というか問題がありましたよね。で、そのことについて石破さんはですね、これはね、責任は、えー、伊藤環境大臣が取らなければいけないと、ということを明言してるんですよね。うん。まあ、こういうことって、ね、誰も言わないじゃないですか。ね。自民党の中で言ってるのは石破さんだけですよ。ね。こういうところがね、あの、何て言うかな、えー、他の議員にはないね。 そして岸田さんが全然ね、決断できないところなんですよ。ね。うん。そういうようなことなんですよね。そしてね、えー、問題のこの茂木さんなんですよね。うん。これ麻生さんが出してくるとすればね、まあ茂木さんかなって気もするんだけども、ね。うん。これ現代ビジネスにね、あるエピソードが書かれてるんですよ。ね。どういうエピソードかというとね、 えと自民党のねある閣僚経験者がですね怒りまくってるっていうんですよ、ね。これは茂木さんに対して怒りまくってるっていうんですよね。あいつだけは許せんみたいなねことで,で。どういうねことかというとねこんなエピソードがあったっていうんですよ。ね、つまりねこの裏金脱税議員ですね,ね、えー、それがねあるね会合でね自民党の会合でこのカメラにね映るところにね座っていたんですよね。うん 裏金脱税事件のね、この議員たちがですね、ねえ、そしたらね、茂木さんがね、それに気がついて、あそれはまずい、それはまずい、ちょっと見えない、い下手の方にちょっと座ってください、っていうねえ、ことをやったっていうんですよ。ねあでね、この裏金脱税議員の中には、ね、えー、これ顧問とかね、えー、そういうね、えー、むしろ茂木さんよりも上のようなね、 そういう肩書きを持っている議員が複数ねいるわけですよ。ね。うん、ねそういうね議員たちというのは、まあ、いろんな部会でも当然ながら上座に座るわけですよね。うん、ところが、えー、今回はそれではねあまりに見栄えが悪いということで茂木さんがね移動させたっていうんですよわざわざね,、うん、ね,ね。そしてここでね移動させられた議員がね怒ってるわけですよ。 1>, ね、1年生議員が座っている席に座れと言うんだと、ねうん。そもそもあいつは先輩議員でも立場が下と見るや平気で罵倒する。私も一度「お前何やってるんだこの野郎」と言われたことがある。あれはさすがに頭きたよ許せんみたいなねそんなようなことをね言っていたって言うんですよ、ねあ。これテレビ番組でもあるじゃないですか。ねあー これね、牛肉の味がどうのこうのとかね、まあ音楽がね、えー、素人がね、弾いているのと、プロが弾いているのどうのこうのとかね、それをね、見分けてですね、で、これし、ね、成功すれば一流芸能人、ね、失敗すれば二流三流芸能人とかね、映す資格がないとかね、うん、それをもろにですね、この自民党の会合で茂木さんがやっちゃったっていうんですよね。お前は三流だ、向こう行っとけ、みたいなね。 それやっっちゃったわけですよ、ねうん、そこのところでね、えー、ものすごく怒りを買って茂木さん人気がさらにね、えー、下落下落また下落とということになってるっていうんですよね。うん、そうなるとね一番最初の頃にちょっと説明したようにね、うん、これはね、えー、G 通信だったかな小泉さんが石破さんに対してね首相になるには才能努力運が必要だ。 義理と人情を大切にしなさい。というね、アドバイスを送っていた。それを思い出しますよね。うん、わざわざね、義理と人情を大切にしなさい。なんていうね、アドバイスですね。うん、どうも,も,も、茂テ木さんのね、このエピソードをですね、皮肉ってるような気がしますよね。うん、あこのエピソードね、結構有名なのかもしれませんね。うん、そんなようなことを思いますね。でそれに対してですね、茂テ木さんがね、 結結構構焦焦っっててるるんんでですすねよ、うん、これもね現代ビジネスだっ,だったと思いますけどもね、えー、これ茂木さんが焦ってですね焦ってどうもね <laughs> 自分のねこの茂木派これをまずねあの解散させたんですよ。ねうん、というのはねなんで、ね、解散させたかというと、えー、これはね えー、この小渕優子さんとかね小渕優子さんとか、えー、衆議院参議院の両院議員8人がこの茂木派を退会していたんですよ。ね、でそれに続いてこの加藤勝信さんですね、まあ、この人はね茂木派の中でもね、えー、大物をねなんですけどもねこの加藤勝信さんがどうも退会するとおというようなことを匂わせていたんですよね。 なので、これね、えー、小渕さんたちに続いて、加藤さんが大会したら、もうこれはね、茂木さんはもうメンツ丸つぶれなんですよね、うん。なので、先手を打って茂木派を解散したと。ということなんですよ。ね。うん。でね、茂木派を解散しちゃったんで、じゃあ総裁選どうするんだっていう話じゃないですか。ね。うん。最初はもちろんこの茂木派は芝にね、 えー、麻生派と組んで、ね、そして安倍派をねなんとか巻き込んで総裁選というふうに考えていたわけですよところがそれがねもうできなくなっちゃったわけですよねなので、えー、茂木さんが焦ってですねもう頻繁に今ねこの安倍派の若手をですね食事に誘ってるっていうんですよね <laughs> ねそしてねある時ね、えー、ある時にはですね、えー、これはね 3月ですね、3月にね、えー、赤坂の議員宿舎でね、赤坂の議員宿舎で、この安倍派のですね、当選1回生、当選1期生から3期生ぐらいのね、あの人たちがですね、部屋飲みをしていたんですよ。ね、まあ、数人集まってですね、まあ、部屋で飲みながらね、いろいろしゃべってたんでしょう。ね、そしたらね、突然ですよ、アポなしで、アポなしで、茂木さんがね、その部屋に、 駆けつけてきたって言うんですよ。駆けつけてきた。ね。うん、そしてなんとね、茂木さんが手土産持ってたって言うんですよね。何の手土産かっていうと、外国産の地ビールだって言うんですよね。外国産の地ビールね、うん。ね。つまりこの若手に合わせて地ビール、お土産持ってきたみんなで飲もうぜみたいなね、そういうことやってるって言うんですよ。ね。うん、なんとか安倍派の若手を自分に引きつけようというね。 うん、なので、これ安倍派のね、議員の間では、これね、茂木のビビールというふうにね、揶揄されてるって言うんですよ。ね。これ、ビビールっていうのはね、まあ、ビールはビールですよね。このビっていう文字は、あの、こびるのね、こびる。ですね。これ、ビって読むじゃないですか。ね。えー、女編にね、眉って書いてね、こびるってありますよね。うん、それの、音読みがね、ビなんですよね。うん、なので、 モテギのビビールといつまりね、茂テ木さんにはちょっと申し訳ないんだけども、もうちょっとね、馬鹿にされてるという感じなんですよね。うん、ということで、茂テ木さんはちょっとね、これ苦しいですね、これね。こんなエピソードまでね、あのー、ね、語られちゃってるわけですからね。うん、ね苦しいですね。 とということはやっぱりね茂木さんはねもうちょっとね厳しいですねこれね、うん、総裁選厳しいです。ねうんまあ、これがね自民党のですね情勢なんですよつまり今の話をずっとまとめていくとね茂木さんは最初のシナリオが狂って、ね、どうももう人気がねもう下落してるとということで、えー、これは出てこれないかもしれない、ね、9月の総裁選 それから上川さんね。上川さんが残ってるんだけども、もちろんこれは石破さんの相手ではない。ということで言えば、もう石破さんしかないんだというようなことなんですよね。これがまあ自民党のね、えー、情勢なんですよ。ね。うんで。それに対してね、じゃあ野党、立憲民主党をね、を中心にしてですね、これは一体どうなっているのかという問題ですよね。うん。 まあそれに対して、それについてね、えー、これはね、まあ、エピソード的にですね、小沢さんね、小沢一郎さんがね、いろいろ発言、ね、してるんですよね。うん。ね、まずね、えー、これは12日夜にですね、腰、え、石、ー、東さんね、えー、これ民主党時代のね、えー、元の幹事長がね、えー、当時すごい影響力を持っていましたよ。それがね、回顧録を出して、出版記念パーティーね、 これを開いたんで、すよね。でここに小沢一郎さんが出てで、そこに自民党の麻生太郎さんね、麻生さんも出たんですよね。うん、ここでバッティングしたんですよ。ね。で、麻生さんを前にして、小沢さんはね、こういうふうにね、言ってるんですよ。ね。えー、自民党政権もようやくほころびが大きくなり、いずれ崩壊の日も近いと私は思っております。我々は力を合わせて政権奪取。 政権交代を成し遂げたいっていうねあ。まさに麻生さんに対するね、戦闘宣言なんだけどもね。あまあ、こういうことを言ってるわけですよ、ねあ。崩壊の日も近いと。というふうに小沢さんの目には見えるわけですよね。うんねうん、でね、そう言いながらね、えー、小沢さんはね、この X、Twitter でこういうことも言ってるんですよ。ね、それをそのまま読み上げますとね。 自民党とは、この国が乗り越えるべき一つの試練である。現状を変えたくない。なんとなく自民党。実はそういう曖昧な支持が大半。いわば思考停止。結果、国力の低下と貧困拡大がある。今やこの国は先進国ではない。元凶は、元凶は民主主義の衰退にある。利権、腐敗、裏金。 このの国には政治の刷新ここそ不可欠であるこれは全くその通りですよね。うん、その通りですよ。ね。うん。そしてそのために、ね、この、えー、日本という国がね、乗り越えるべき一つの試練として自民党というものがあるんだと。そしてその試練としてある、としてある自民党は、もう今や、ね、えー、これは、 いずれ崩壊の日も近いと。というふうに小沢さんの目には見えるわけですよ。ね。うん。ね。だけども、その反面ですね、小沢さんはまだまだ警戒心を捨ててないんですよ。というのはですね、えー、これはね、朝日新聞でね、えー、この小沢さんのね、発言がね、載ってるんだけども、今の野党のままでは、自民党は過半数すれすれの議席を取るね、 可だけど野党がちょっとでもちょっとでもまとまれば絶対に勝つと。ねうん、で国民は、えー、自民党も野党も駄目だというものから自民党に代わってもらいたいという心理になりつつあると。だから野党がちょっとでもまとまれば絶対に勝つと。ね、難しいことではないんだということを言ってるんですね。 うん、でね、えー、こういうふうにも言ってるんですよ。日本維新の会は今の立憲執行部に対して批判しているだけであると。お互い大人になって天下のために譲り合って力を合わせなくちゃいけないと。人間関係信頼関係であると。野党第一党の立憲民主党の泉健太代表には維新との信頼関係がないんじゃないかと。 あの人なら絶対に信頼できるというふうにならなきゃダメだと。というふうに語ってるんですよ。ね。うん、これね、まあ、さすがに、さすが小沢さんだというふうなね、気持ちはね、僕はね、持つんですよね。うん。ね。というのはね、ね、これは、今日のね、話の、ねえーまあ、大半でね、説明しましたけども、自民党はやっぱり、 最後の切り札、石破さんを出してくると。というね、えー、可能性が高いと思うんですね。うん。そうなれば、ね、もう自民党のね、この人気支持というのは、下落を、下落に下落を重ねてるんだけども、石破さんが出てくれば、なんとか過半数は、ね、これ持ちこたえる可能性が出てきますよ。ね。うん。で、それを破るには、もうこれはね、 維新を引き入れなくてはいけないと。そうしないと打ち破れないと。というふうに小沢さんは見ているわけですよ。これはもうね、なんていうかな、あのー、もうね、百戦錬磨の小沢さんだからこそ出てくる言葉だと思うんですよね。うん、これは僕もね、<laughs> 職業政治家小沢一郎でね、小沢さんロングインタビューしながら、ね、いろんな、もうなんていうかな、 あのこの日本のね現代政治史を勉強しながらね小沢さんにインタビューをしましたねそして小沢さんのその時々のですねこの判断というものについて僕はね本当目を開かせられる思いがしましたよ。ねというのはその時々で小沢さんの判断ってのはねちょっと理解できないということを考えていたんだけどもね時間が経ってみるとあ,あ あのの判断っってのはやっぱり正しかっったのかかと、とという,ふうにね、思えることばっかりなんですよ。そして小沢さんにロングインタビューしたら、ああ、やっぱりそういうことを考えていたんだなと。ということで確認が取れたわけなんですよね。うん、で、えー、今ね、この近い未来を見渡してですね、結局、石破さんが出てきて、そして自民党はね、なんとか公明党と一緒に過半数を取るという事態になると。 とということであれば、ね、まあ、石破さんはもちろん岸田さんよりはまあマシというかね、まあ、そういうね、まあ、当然あれがあるんだけども本当に日本政治にととってそれででいいいんだろうかいうか問題ですよ、ね。日本政治を大きく認識理解、ね、考えた場合にはやっぱりね維新のことを毛、ね、嫌いしているだけではなくてそれも引き入れて、ね、何としても政権交代は、ね、しなければいけないんじゃないかと。 政権交代の歴史をここでまた作らなければいけないんじゃないかと。というようなことが長い歴史で考えたら、それが日本のためになるんじゃないかと。というね、考えですよ。ね。うん。ね。まあ、このあたりはね、本当にね、百戦錬磨の小沢さんの直感、プラス論理だと思いますよね。うん。それをね、本当に今、現在進行形の我々がどう考えるか。 ということなんですよね、うん、ここのところね判断がね難しいところなんですけどもね、えー、しかしいずれにしてもおこれはね、えー、立憲民主党つまり野党第一党の立憲民主党の泉健太代表はですねこのことを本当によく考えなければいけないと思いますねそして、えー、僕が何度も言っているように政権の構想を立ててそして野党をまとめるべく。 積極的にもう動かなければいけないということですよ。ね。それを今やってるね、あの、動きが見えないんですよ。ね。でもしそれをやらないのであれば、泉さんはすぐに交代すべきです。ね。うん。ね。これは一位立憲民主党のために言ってるんじゃなくて、えー、日本のね、政治そのもののために僕は言ってるんですよ。ね。うん。そうしないと本当にいけないと思いますよ。 まあ、というようなことでね、えー、本日はですね、この日本の政治のね、まあ、近未来というかね、ね、うんえー、すぐにね、まあ、考えられること、それをね、えー、中心に喋ってまいりました。ということでね、この回はこれで終わりたいと思いますけども、も最後にね、えー、ちょっとだけコマーシャルタイムをいただきましてですね、これはコロナ日本国書ですね、えー、これはコロナ対策、感染症対策は非常に重要なんですけども、 お自民党政権の下ではね、えー、科学的な知見に基づいた対策ではなくて利権に基づいた対策になってしまってるんですね、えー、なのでね失敗せざるを得ないんですね、うん、これを何とかしないといけないと思うんですねぜひ、えー、読んでいただきたいと思いますそれから、うん、原発と日本列島ですね、えー、これはね、えー、地質学者でありながら えー、同年動力炉核燃料開発事業団に30年間勤められた、えー、著者の土井和美さんがですね能登半島をはじめですね日本全国の地質を調べたんですねその結果日本列島の地質の上には原子力発電所を作ってはいけないとなぜなら危なすぎるという結論に達したんですね、まあ、人生をかけて、えー、達した結論でですねそれを分かりやすく書いた本なんですねぜひ読んでいただきたいなと思いますそれから <laughs> アメリカ新聞学の機種トミー・オレンジですね、えー。これはね、アメリカのですね、数、え、様、ー、な賞である、えー、ヘミングウェイ賞、それから、えー、全米図書館賞ですね、えー、これをね、受賞した非常に注目されている問題作です。えー、これはね、ドステースキーとそれから、えー、ウ,ィリアウィリアン・フォークナーの直系だと思います。21世紀のフォークナーになることは間違いないと思いますね。そしてね、 この小説はこのストーリー自体が面白いのでですね、えー、どんどん読み進めることができます。えー、こ日本語訳ね非常にこなれたですね日本語なのでその面でもね日本の小説を読んでいるみたいに非常に自然にね読み進めることができるそういう面白い小説です。ぜひ読んでいただきたいなと思います。そしてこれがですね僕が関係させてもらっている 5月予防新社の新の刊なんですけども今、日本全国ね、地方の方で本屋さんが少なくなって、本を直接買えないとか、あるいはアマゾンでも本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう方は、5月予防新社に直接ファックスなり電話なりしてきていただきたいと思います、えー。郵便振込とか銀行振込で対応したいと思います。5月予防新社のファックス番号、電話番号は104の方ですぐにわかりますので、 えー、どんどんですね、えー遠慮、遠慮なしに行ってきていただきたいと思います。えー、というわけですので、えー、本日この回はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。